おはようございます。速稼塾の久保です。まあ非常にね、なんとも情けないというかね、憤りを覚えるような記者会見がありました。皆さんもご存知だと思いますけども、自民党の河井克行前法務省の奥さんであってですね、同じ党の河井案里参議院議員の昨年7月の参院選をめぐってですね、公職選挙法の疑いで家宅捜索を受けてるんですよ。それに対してこの河井案里さんがですね、記者会見をしてるんですけども、今捜査中なんで答えられないと、そして捜査に全面的に協力するというふうにね、申し上げておりました。まあそれだけでインタビュー終わっちゃったような感じなんですけども、もしね、公職選挙法の事実がない、もしくは少なくとも自分にはその意識がないんだったら、私はそんなことをするつもりでやってみませんとか、捜査の結果もしかしたらこれはダメですよっていうような指摘を受けるかもしれないけども、私は皆さんの信頼を裏切るようなことは全くしてませんと、後ろ暗いことは全くありませんっていうふうに答えることぐらいはできると思うんですよ。もしくはですね、すいません、やっちゃいました、それもいいと思います。それが捜査に協力するっていうことだと思うんですけども、なぜかですね、どっちとも取れるような発言しかしないわけですよ。私はね、同じような同じ広島県民としてすごくね、恥ずかしいなと思いました。できればね、広島からこんな人が出たんだ、嬉しいなっていうふうになってほしかったのに、広島からこんな人間しか出ないのかよみたいなことになってしまって、もうね、これわざと選挙に行く気力をなくさしてるんじゃないかなと思っちゃいますよね。さあそこでね、今回はこの人を責めるための動画ではないんですよ。まあ責められて当然なんですけども、こういうのは責められてって何かっていうと、有罪を責めてるわけではないんですよ。こういう記者会見の場で自分のことをちゃんと言えない、その情けなさに私はね、十分責めていきたいなと思うんですよね。ちゃんと言えばいいじゃないかよみたいな感じですよ。まあ私もね、はばかりながら警察の取り調べを受けたり逮捕されたことはあるんですけども、私はこんな全然やってないですよ、そんなインチキなことはしてませんよって主張し続けましたからね。それはね、何かの勘違いで、いや久保さん、これはねダメなんですよってことがあるかもしれない。私の法的な知識不足とかね、営業のやり方によって商売でお客さんに迷惑をかけたかもしれない。それは捜査の結果は分かることであって、でも今の時点では私はそんなつもりで商売やってませんよと、後ろ暗いことは一点もありませんっていうふうに最初から最後まで刑事さんには主張し続けたわけですよ。これが無罪の主張だと思うんですよね。責任の取り方だと思うんですよ。さあ今日はね、責任の取り方というテーマの動画放送でございます。どんな責任を取るかっていうとですね、これはですね、間違えた発言をしないってこと、これが責任を取ることではないと思います。私さっきもね、中田敦彦さんの YouTube 大学についてのコメントを動画で上げたんですけども、中田敦彦さんの YouTube 大学の中には歴史の事実を間違って伝えてるところがあるよみたいな指摘をする人がいるんですよ。それは中田敦彦さん自身が言うじゃないですか。発信をして皆さんに気づいていただいて、じゃあ自分でも勉強しようかなっていうきっかけになればと思ってやってますよと、私の言うことにも間違いがあるかもしれないから、ぜひそれを探してくださいと、ここは違うよっていうふうに指摘してくださいみたいな放送なんですよ。だこれが私の責任の取り方だと思うんですよね。何かっていうと、責任の取り方っていうのは、間違いをしないとか、間違えた発言をしないってことではないんですよ。間違えた時に、あ、すいませんでしたって、ここは私の間違いでしたと。私やりすぎちゃいました。もしくは知らなすぎました。だから修正して反省して次に向かうための改善の情報を発信します。改善の行動をします。これが責任の取り方だと私は思うんですけどね。まあ皆さんはどのように思うでしょうかね。やっぱ人ってのは何かをすれば、やっぱね、間違いもあるし勘違いもあるし、時代の変化とか社会的情勢の変化でね、約束が守れないことっていうのは、これ誰しも経験すると思うんですよ、自分の人生。だからこそそういう時に責任の取り方っていうのは、約束破れて、守れてないですよっていうところが責任を取るか取らないところ。とかの論じるところではなくて、間違えた時にどのように対処するかが私はね、責任の取り方だと思うんですけどもね。以上でございます。それでは失礼します。